こんにちは。リンコちゃん、こんにちは。何かお買い物？はい、その今日はこれを。ファッション誌か。リンコちゃんがいつも着てる服とは系統が違いそうだけど。そうですね、いつもはこういう本を買うことはあまりありません。じゃあ他の服にも興味が出てきたって感じかな。あ、それもそうなんですが、その事務所で衣装について話し合っているとき、私は最近の流行をあまり知らないなと感じて。確かに人と意見交換してると気づくことってあるよね。はい、今まではロゼリアの世界観を最優先にして自分たちにそれぞれ合うものをと工夫してきましたが、プロになって初めての全国ツアー、今までのやり方だけじゃ足りない気がして。なるほど、それで雑誌を買ってみようと思ったんだ。リンコちゃん、勉強熱心だね。いえ、私たちがこの先に進むために必要なことですから。そっか、頑張ってね。新しいことに挑戦するのはいつだって大変なのに、リンコちゃんはかっこいいね。ありがとうございます。でも、そう思ったきっかけは氷川さんなんです。確かに最近のさよちゃん、ちょっと雰囲気変わったよね。はい、今の氷川さんを見ていたら私ももっと変わりたいって。今までより演奏も頑張って、衣装のことももっとたくさん研究して氷川さんの気持ちに応えたいと思いました。そっか、全国ツアー、演奏はもちろん衣装もどんな風になるかとっても楽しみにしてるね。はい、どちらも今できる最高のものでステージに立ちたいです。あ、ごめんなさい、私の話ばかりしてしまって。そろそろ失礼します。うん、またいつでもお話聞かせてね。